総理は所信表明で、現役世代の国民の努力によってもたらされた成長による税収の増収分の一部を公正かつ適正に還元して、物価高による国民の負担を緩和いたしますって言ってると思うんですけど、公正かつ適正な還元って具体的にどうやるんですか？公正かつ適正にと、申し上げたのは、まずは過去2年間の増収分の一部について、できるだけ分かりやすくお返しすることによって、国民の皆さんの可処分所得をしっかり確保することが物価高対策として重要だという考え方に基づいて、この国民の皆さんからいただいた所得税、住民税、約 3.5 兆円の増加したものを、同じ所得税、住民税で分かりやすくお返しするということ、さらには、これ、住民税のみに、のみを負担されている方も一定程度おられますから、そういった方にも令和6年度から減税の効果をお届けするべく、住民税の減税も組み込んでいくということですとか、それから給付と定額減税との間には、この実施のタイミング等が異なるなど、この隙間が存在いたしますので、この両支援の間におられる方々についても、しっかり丁寧に対応するということ、こういった取り組みについて、公正かつ適正にという表現をさせていただいた。ちょっと何言っているかわからないですけど、日本の政府って誰がどの程度困ってるか把握できてないんで、公正かつ適正な還元って無理だと思いますよ。なんでこの人に素早く給付っていうすぐに対応できるインフラ必要なんで、まずここすぐに構築すべきですよね。じゃないとどこに何をばらまこうかってことが、なんか危機があった時にずっと議論されてきてて、で、怒る声っていうのが多い少ないよりも、不公平だ、なんだあいつがもらえて俺がもらえないんだっていう声が国民の分断を生んで、不満感につながるっていうお決まりのパターンなんですよね。その公平公正なところで言うと、住民税非課税世帯への給付っていうのがいつも出てきます。これは住民税非課税世帯は高齢者が非常に多いんですね。それから資産を持っている方も非常に多いんで、裕福なお年寄りにも配ってしまう、そういうデメリットあります。これは公正かつ適正に当たるんですか？今お話がありました、この、住民税の、いや所得税の非課税なんですけど、住民税が均等割のみ課税されている方がいらっしゃいます。それから所得税がですね、住民税と所得税を4万円、負担されていない方たちがいる。この方たちがどうやってですね、公平感を持ってもらって、皆さんにこれを措置するかと、ここがポイントになってきまして、ここにですね、約900万人ぐらいいらっしゃいます。ですからここのところをしっかりと措置したいということでございまして、今委員がおっしゃったように、住民税の課税の有無を基準にすると、この資産の多寡が考慮されないということになるんですが、でも非課税世帯、またその税をですね、この負担を少ない方たちというのは、やはり物価高の影響を大きく受けているという意味には、同様のものがあるということで、しっかりとした対処していきたい、このように考えているわけです。要は、非課税世帯の中で苦しんでいる方がいるんで、そこに配るということを優先して、裕福なお年寄りの方、そこに配るというのはしょうがないね。だってそういう仕組みなんだから。なんで資産や所得をちゃんと補足して、どの人がどの程度困ってるか把握する仕組み、インフラを国家として作らないといけないよねという問題意識になると思うんですけど、国に管理されるの嫌がる人をやらないんじゃないかなと思います。じゃあどうするのっていうと、社会保険料減免したらいいんじゃねっての提案します。国民に還元する場合は、金配るか所得税を下げるか消費税を下げるか社会保険料を下げるしかないですね。で、最も逆進性が強いのは社会保険料なんですよ。現役世代、特に低所得者の現役世代にダイレクトにアプローチできるので、これができたら合理的だと思うんですけどね。ただこれについては、政府はネガティブな意見なんですけど。この経済対策として、困っている方々の可処分所得をしっかり確保しようという考え方においては、委員のこの今の考え方と、我々が今考えている方策、これは同じ方向性であるとは考えますが、ただその手法が違うということであります。我々としては、所得減税等を通じて、
分かりやすく直接この国民の皆さんに対する支援を一時的に行うと、そしてその対象にならない方については給付等を考える、こうした方策を考えている。委員の方は要は社会保障費の削減で考えるということですが、この社会保険料のこの削減ということを考えますと、やはり保険制度でありますから、まあ、給付と負担のこのバランスをより歪めるということから、これを一時的に引き下げるというのは制度のこの持続可能性として問題があるのではないかと我々は考えています。まあ、そういった観点から社会保険料の削減ではなくして、今申し上げているようなこの減税と給付の組み合わせが現実的であると考えております。可処分所得って給料から税金と社会保険料を引いたものってどれですよね。なんで税金がどれぐらい取られているかと社会保険料がどれぐらい取られているかということが影響するですよ。総理がおっしゃっていただいたみたいに方向性は同じじゃないかってことで、社会保険料が政策手段として不可能な理由は給付と負担の対応関係を歪めるって話なんですね。じゃあ給付と負担の対応関係どうなのかっていうのをちょっと議論したいと思います。社会保障給付費は2023年の予算ベースで132兆円、非常に大きい額なんですよね。そのうち年金が60兆、医療が40兆、その他が32兆ですけれども、これは介護の13兆も含まれますと。つまりは保険の原理を使って給付と負担を明確にしようというのが確かに盛り込まれているはずなんですけれど、よくよく見ると保険料は6割4割は税金なんですよね。だから給付と負担の対応関係はすでに半分ぐらい崩れ去っているのが実情なんですよ。保険原理は適切に働いてますか。はいか言えで答えてください。で、社会保険制度の仕組みっていうのはこのように低所得者の負担、これを配慮しながら相互扶助の考え方を基盤として必要な保険料をご負担いただくことを基本とするというふうになっているのがこの基本原理です。したがってこの低所得者の負担をどう価値として考えるかというのが非常に重要なポイントになってまいります。で、その中で現役世代には一定の社会保険料をこの負担いただいているところ、ご提案のように可処分所得の向上のためには幅広い人を対象に保険料の減免を行ってしまいますとですね、この給付と負担の対応関係がこれ歪まれてしまいます。で、それぞれの社会保険制度に与える影響が非常に大きくなってしまいますので、保険者の実務上の負担など課題の多いところから、これについては私ども非常に慎重に検討しているということを申し上げておきたい。社会保険料の減免というのを経済対策にするということについて非常に難しいよという趣旨とも取れたんですね。躍進性を考えたときに不公平じゃないように恩恵を与えられるんじゃないですか。実際に給付と負担の対応関係をちゃんと見直しながら、今現役世代が負担する社会保険料というのは賃金の上昇を上回るペースで上昇し続けているわけなんですと。なんで世代間の公平性をどうしていくかって理論、現役世代の負担をいかに抑制して可処分所得を上げて消費に回してもらって、その人たちが支え手になるかという構造を考えないといけないんですね。医療費は約40兆円、そこで税金と保険料というのがあって、ここの3割ぐらい税金が入っているってことなんですけど、後期高齢者は相当税金で賄われているっていうのがありますと。現役世代は緑の方が多いので払っている方が多い、だから保険権利が割と働いているっていうんですけど、高齢者の医療はどう考えても現役世代が負担を支えているというような構造なんですね。次に行くと協会憲法、組合憲法、市町村の国保、ここは現役世代です。これから後期高齢者の医療制度というのが別出しにされていて、ここに他の保険者が実際に集めている中からかなり大きな額、後期支援金2兆円、4分の1は後期高齢者に回るわけなんですね。これを許容して保険料を上げるという政策しかできなければ、現役世代の負担はなぜなら人口が少ないから。で、高齢者の医療は増えてきますよね。そしたら必ず現役世代の負担は増え続けるということになりますよね。現役世代の負担がおそらくずっと増え続けていくであろう構造に問題意識ってあるんですか。これ後期高齢者の医療制度、もう圧倒的に75歳過ぎると医療費が集中的にかかってきてしまいますので、その分こうしたその他の若い現役世代の方のご負担とご協力によってですね、それを支えると、
でまたその一般 その保険者の中見てもその高齢者の多い保険者というのはこうしたその後期高齢者医療制度を使ってこの現役からのご支援を4割いただいてそれから公的なお金を5割いただくという形でかなり大きく通常の負担の仕方とは違う形になっています。でその中で実際にこの協力金というのが現役の人たちからこの構造でいくとどん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 増えていってしまうということは私どもも懸念していて、でしたがってですねこの令和6年の4月から後期高齢者1人当たりの保険料と現役世代1人当たりの後期高齢者の支援金の伸び率が同じとなるような見直しを行っております。でこれによってですね必要以上にこの両者の格差がこう広がっていかないように、そして過重にですね若い世代に負担が広がっていかないようにするという仕組みは一応作っております。要するに保険料や自己負担の部分をちょっと増やそうかという話で、これは焼け石に水になっている感じがあるんですよね。後期高齢者を支えていかないといけないんで、この構造自体を早く変えないとダメですよ。面白かったら登録しちゃってください。